を50度引きますけど、足が離れません、地面から。あれは浴衣掛けですね、踊りは。前なんですね、地面に足がついてる。羽よりもできないんですね、思いです。舞と踊りは根本的に違うんですね。区別する必要があるんですね。大地に足をつけてる。胸元の赤い髪、砂糖髪、我々、男子は白い髪を使います。生徒の時はですね。白身を広げられました。大きいですね。ヒノキの板に直接絵の具でこう、おめでたい昭和、マスと梅ですね。郊外あしらった金銀の雲。裏面は千鳥、白地に千鳥。いろいろおめでたい さっき言いました元優勝スカートですね、後ろだけに引きずる形で波打ち際の条件が書いてあります。これも絵の具で直接描いてます。うちのものはこれ3メートルです。九州皇族お尋ね全てを引きにした6メートル前後ですね。ですから、廊下曲がるって引っかかっちゃうんですね。で後ろに必ず女官さんがこうついているって、ね、おられます。これは、うちの場合は、一人で立ち行く前ができるギリギリですね。もう去年、おととしになりました。元気千年ということで、ギリってのがだいぶ、させていただきました。全国から来られましたね。現実から現実になっちゃうんですね。一社がね。後ろ髪がまあほとんど地面に届いております。平安時代に美人の設定条件は神の長いことだったんですね。使用着を高く垂らしてお下がりに。ちょっと名残惜しいですね。重いですね。これ後で係員の方は私ちょっとお印皆さんに数ございますので、ありがとうございます。寒い中で申し訳ございません。